日本軍が砲塔沖海戦に続いて静観・画山の戦いにも勝つと、明治政府は明治27年1894年8月1日清国に対して正式に宣戦布告を行った。名目は朝鮮政府の内政改革と清国からの独立の支援だった。朝鮮半島を確保するために日本の最高統帥機関である大本営は第5師団を朝鮮半島に派遣することを決定。平壌に続々と集合してくる清軍を撃退するよう命令を下した。この時期、日本はまだ制海権の確保を確認できていないため、人選まで直接部隊を輸送するようなことはしなかった。第5師団の造波部隊は8月1日、宇品、三浜、多度津から出港し、釜山、玄山に上陸した。第5師団長、野住千楽中将も、8日に釜山に到着。8月の暑い最中を、陸路から約390キロも踏破して、8月19日に漢城に到着した。第5師団長が漢城に到着したことによって、大島義政少将が追っていた任務は、師団長に移ることになり、混成第9旅団は、野住千楽中将の指揮下に入った。8月14日、大本営は、さらに、第3師団の派兵を決定。しかし、運送船の制約から、第3師団の半分で混成旅団を編成することになった。そして、これを、第5師団長の指揮下に入れることとし、順次、玄山に送った。先発隊は、27日から30日にわたって、玄山港に上陸。後発隊は、9月12日に、玄山に到着した。この第5師団と第3師団を統括するため、第1軍が編成され、山形有朋大将が司令官になった。第5師団長、野住千楽中将は、漢城に到着すると、大島義政少将から、清軍が、続々と平壌に集結しているとの報告を受ける。その数は、現在、14,000-15,000ほどになっている、ということだった。平壌は、約10メートルの堅固な城壁に囲まれた、朝鮮最大の要塞都市で、西南に大洞口が流れ、自然の堀をなし、難攻不落を誇っていた。ここに、13,000人の清軍が入っており、さらに、静観、画山の戦いに敗れた1500人の清軍と朝鮮兵が加わり、合計約15,000人と砲38門で日本軍を迎え撃つ形を整えつつあった。この平壌を守る総司令官には、ヨウシチョウが任命された。ヨウシチョウは、静観、画山の戦いに敗れた後、漢城を大きく迂回して、20日余りをかけて平壌まで逃げ落ちていた。平壌にたどり着いた後、ヨウシチョウは、事実とは、全く、逆の報告を北洋大臣、李鴻章にした。すなわち、清軍が日本軍を打ち破って大勝したという報告をしたのである。清国政府は、この報告を信じると、ヨウシチョウに褒章を与え、平壌の各軍の総司令官に抜擢した。このありえない賞与に、平壌の清軍の士気は大いに低下したという。日本と清の間で、未だに勝敗が決していない状況の中、朝鮮政府が時代の念を再び起こして、清国側に心変わりすることを日本は恐れた。朝鮮政府が清国側についてしまえば、朝鮮を独立国にするという日本の戦争の大義が消滅してしまうからである。以前から朝鮮政府の心変わりに悩まされ続けた日本は、清軍より日本軍の方が圧倒的に強いことを朝鮮政府に分からせる必要があった。このため、野住千楽中将は一刻も早く平壌に集まる清軍を撃破しなければならないと考え、第3師団の後発隊の到着を待たずに、すぐに平壌に進撃し、清軍を撃破して朝鮮国外に追い払うことを決めた。
野津中将は、平壌に3方向から迫る案を立て、前進計画を次のように決定した。まず、混成第9旅団に義州街道を北上させて、正面攻撃をさせる。次に、昨年分県支隊と、第3師団の先発隊であった現山支隊を合わせて、平壌の東方に迫らせる。そして、野津中将は、師団主力を率いて、平壌の北方に回り込み、その退路を断った上で、攻撃し、西方に敵を駆逐する。この計画をもとに、日本軍は、1万2000人の将兵で攻略に向かった。この日本軍の侵攻に対し、清国は、平壌に、1万5000の兵力を集中して、なんとか固守しようとした。清国は、宗主国の権威にかけても、平壌を日本軍に奪われることだけは阻止したかったのである。平壌を守る当時の清国北洋陸軍は、日本軍より武器の点では勝っていたが、近代的戦闘に不可欠な補給部隊や兵站の設備がなく、将兵は、戦意、素質、訓練、編成など、武器以外のすべての点で日本軍に劣っていた。梁士長は、日本軍が迫ってくることがわかると、すぐに軍議を開き、戦わずして、王力港まで退却することを提案。さすがに、この案は否決されたが、部下の信頼を著しく失い、清軍の将、佐保貴が、梁士長の行動を監視するまでに至った。日本軍は、予定通りに進軍を続け、9月12日には、混成第9旅団が攻撃拠点となる英才橋を占領。14日に西歩道に進出した。佐藤忠大佐率いる現山支隊は大動湖を脅かし、13日には義州街道の淳安府を占領。14日午後に平壌城北方4キロの関北山北麓に露営。辰巳直文少将率いる昨年支隊は13日午後に平壌東方10キロの国主権付近の高地に露営。師団主力は、平壌の西方12キロの新港道付近に露営した。実は、この時、第5師団では、食料を輸送していた朝鮮人妊婦の逃亡が、相次いだこともあって、糧食が尽きかけていた。師団長の野津中将でさえも、米を食することができない状況になっていた。このため、一刻も早く、平壌を攻略しなければ、自滅する恐れが出てきたのである。平壌を攻撃した日本軍は、長引いた場合の補給の途絶を恐れて、9月15日未明、各部隊が、一斉に行動を開始。平壌城に向かって襲いかかった。混成第9旅団は、午前0時から、露営地を出発。西島助義中佐が、率いる歩兵第11連隊が、中被害を、歩兵第21連隊長の武田秀信中佐が、率いる中央隊が、中里戦争島を攻撃した。歩兵第21連隊第3大隊は、大岩石の西方から大動湖を溶かして、清軍に攻撃を加えた。しかし、いずれも、清軍の激しい砲撃によって苦境に陥り、弾薬も欠乏し、食料も水もないという状況に陥った。大島少将までも負傷してしまい、現状維持すら困難となったことから、午後12時30分、大島少将は退却を命じた。午後5時から8時頃までに退却して、各隊は攻撃前の位置に戻った。この混成第9旅団の苦戦は、200キロ以上の道のりを急ぎ行軍し、さらに、朝食さえ取らずに戦いを始めたためと言われている。ちなみに、この時、先に締結された日朝公主同盟に従って、朝鮮兵が日本軍に属していた。しかし、戦闘が始まると、彼らのほとんどが逃亡してしまい、戦いに参加する者はいなかった。平壌城の西方に露営していた師団主力は、15日午前3時、新港道を出発。午前6時10分頃、
安山保類の進軍から銃撃を受けた。地形的に不利な状況であったことから、師団主力は、その一部を寄ったる幕岡に移した。しかし、進軍の激しい攻撃によって、ここから、師団主力の前進が止まり、戦況は膠着状態になる。野津中将は、攻撃再開を明朝に決め、現状を維持したまま宿営することになった。平壌城の東では、15日午前1時、辰巳直文少将率いる作年支隊が、国主県付近の露営地を出発し、牡丹台に向かった。途中にある秦軍の捕虜に、激しい砲撃を加え、佐藤忠大佐率いる玄山支隊と連携して、捕虜を奪取。午前8時過ぎ、牡丹台を占領した。すぐに、平壌城の北面城壁に攻撃を加えるが、秦軍は大砲と機関砲を持って防戦してきたことから、城壁を突破することができず、戦闘は膠着状態となった。午前8時30分頃、玄山支隊の一小隊が、秦軍の猛射をくぐり、玄武門の門楼に登り、続いて、昨年支隊の一小隊もこれに合流して、秦軍を駆逐した。しかし、すぐに、新たな秦軍の逆襲を受けて撤退。秦軍の頑強な抵抗によって、戦況は好転する見通しがなくなったことから、昨年支隊と玄山支隊は、一旦戦闘を中止した。この戦いで、徹底抗戦を訴えていた秦軍の左方旗が戦死している。昨年支隊と玄山支隊は、明朝の総攻撃に帰すことにして、午後3時30分頃、現状を維持して宿営することにした。このように、日本軍は、平壌城を容易に攻略できないでいた。ところが、午後4時40分頃、平壌城からの射撃が止まり、白旗が上がった。この、突然すぎる秦軍の降伏に、第五師団長、野津道貫中将は驚き、何かの策略に違いないと考えた。そして、平壌城に対して、より、一層の厳重な警戒態勢を敷いた。白旗を掲げて、海上の意思を日本軍に伝えたことで、平壌から自由に撤退できると誤解した秦軍は、午後9時頃から、雨の中、続々と平壌城を出て北方に脱出し始めた。日本軍は警戒を続けていたが、未だ降伏受け入れ手続きが未完了であったために、平壌城にいる全員が、脱走するとは思っても見なかった。そのため、日本軍は、慌てて追撃に移るが、ほとんどの新兵を取り逃がしてしまう。翌16日早朝、日本軍は、秦軍が退去した平壌城を占領。ここに、平壌の戦いは終結した。平壌を占領したことにより、最大の問題であった食糧不足は、当面解消することになる。この戦闘の結果、日本軍は、180人の戦死者と負傷者506人、12人の行方不明者を出す。一方の秦軍は、約2000人もの戦死者と負傷者約3000人、600人余りの捕虜を出した。